南オヤニラミは鈴木メペルキクティスカに分類される淡水魚である。和名を南オヤにラミ中国名中国省、英名ジャイナパーチ年間を通じて温暖な気候である中国南部を中心に生息する大陸系の親ニラミであり大型になることで知られる。日本の親ニラミより鼻筋が伸びてスマートである。最大全長25センチメートルで体側の模様が 非常に綺麗な魚である。立地域においては見た目や形態が、南潮ヤニラミと非常によく似ている小型の種類中国、親ニラミ流異が確認されている。稚魚の場合は、南潮ヤニラミと中国親ニラミ流異及び、陽光やニラミとの判別は難しく、海外では混同されて販売されているケースも見られる。三種の違いは成長するにつれて、 体側の模様や鼻筋の形状がわずかに異なる。また本種については15センチメートルを大きく超えることから容易に判断することができる。陽光や睨みについては血魚属に分類されたため輸入禁止となっている。河川の上流、中流域に生息し、水質は山間の比較的清涼で流れの緩やかな環境を好む。同族種である 親睨みや高来親睨みと同様に縄張り意識が強くった魚と激しく争うが、上記の2種に比較すると、やや音和であり相手が死ぬまで争うことは少ない。魚や昆虫、エビなどを好んで食べる。中国では、食用として重宝される。本種は中国南部の広範囲に生息していることから、生息環境及び、適水温などについて、地域差があると予想される。 親ニラミぞくカレオパカは、東アジアから計4種が知られる。ありがとうございます。